Bonjour tout le monde! オンラインフランス語学校アンサンブルフランセ講師のジョセフです。今日もとっても役立つフランス語の表現をご紹介しましょう。見てください。今日はスーパーマーケットでたくさん買い物してきました。さて、スーパーマーケット、フランス語ではスーパーマーシェと言いますが、会話でよく使う別の言い方は何でしょうか？ Une grande surface. Une grande surface. もう一回いきますね。 Une grande surface.Une grande surface. 直訳すると大きな表面ですが、これでスーパーマーケットという意味で使いますよ。 Regardez, j'ai acheté plein de choses dans une grande surface. Et hop! ぜひ使ってみてくださいね。では、もっとフランス語を学びたいという方は、アンサンブルのレッスンでお待ちしています。À très bientôt, au revoir! Et hop! Qu'est-ce qu'il y a d'autre?